皆さんこんにちは、ジマでございます。いつもですね、当チャンネルジマチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。 Z6-3、発売という形でね、まあ、発表か、今の段階では発表という形でね、実機先行でね、ニコン様より、まあ、レビューという形で PR 用に、お借りしておりますので、いろいろ語っていこうかと思います。で、今回何語るかっていうと、まあ、Z6 の3型が手元にある上で、 Z6 の3型って何がすごいの、どういったカメラなのっていうところを、特徴をね、あの製品ページが仕上がっておりますので、そちらをですね、参考にいろいろ語っていこうかと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。早速ね、右下にいますが、アウトパフォームっていうところでね、Z6 の3型が24年の7月12日に発売予定ですよという形で製品ページが仕上がっているという形になっておりますね。まあ、ざっくりね、まあ、特徴が書いておりますが、想像を超えた表現が待っている。まあ、レディーパフォーム、準備できてんのっていうところから、アウトパフォーム、想像を超えていくとか、パフォーマンス超えていくよぐらいのね、まあ、感じになっているんですけども、フルサイズの FX フォーマット2450万画素 ISO 上余100から64000、120コマ秒、まあ、ハイスピードフレームキャプチャープラスの C120 を選んだ時の高速連続撮影で、高速連続撮影拡張時はまあ20コマ秒っていう形で、 6K の 60p、 ちょっと待ってくださいね、米印をちゃんと見とかなあかんな。20コマ秒は高速連続撮影拡張の電子シャッター時の最大撮影の速度です。電子シャッターになりますと。で、もちろんメカニカルもね、いけますよ。で、動画撮影のとこが 6K の 60p、 6K の 60p ちょっと読んどこか。動画の撮影および再生には最大40MB の、セコンドのね、300倍速以上の転送速度を持つ CF エクスプレスカード、または XQD カードおよび、まあ、UHS スピードクラス3以上のものがいりますよっていうところになるので、書き込みのね、メディア大事ですよっていうところと、 5.4K の 60p、 4K の UHD120p、 質量は 760g で、仕上げてきましたね。初代が675ってことを考えると、初代はまあシングルっていうところもあるしね、もっとなんかね、薄いんですよ。あの、これです。Z、これ7なんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、サイズとしてはそんなに大きな違いはないんですが、まあ、上から見た時に、ちょっと分厚さがあるかなーって感じ。でも、高さもね、横幅もそんなに変わらんので、あのね、やっぱまあ、分厚さがちょっとあるかな。どっちかというと、高さ、この、覗くのね、ファインダーのところがちょっと縮んでくれてるところもありますので、ちょっとこっちの方がね、あのカメラバッグ入れる時に楽でした。あのカメラね、いろいろ持ち出して Z6 の3型撮影に出向いてますけども、あのカメラバッグの蓋パッて閉めるときに頭がポンって当たらへん、ストンって入るのは快適、シンデレラフィット言うてましたわ、一人でね、っていうところがありますの で、この 760g ってのは675の初代に対して、まあちょっとね、まあ質量は増えてると。で、その分、705とかでね、2代目がダブルのスロットになってね、ちょっと 700g 乗ったかーって感じで、ZF が710で来たでしょ。で、まあ、910に、このね、Z の8がありますので、さすがに800度がになってくるときついっていうところがあったんですけど、まあ、今回ね、ボディ内の手ブレ補正8段とかいうね、強力なものを入れてるし、ものすごく性能を上げてはいるんですけど、760g で、言い方変えるとですよ、2450万画素やったら ENEL15C バッテリーね、で XPEED 7世代目で 760g で実現できちゃうんや。しかもボディナイトブロス8段って強力にした上でってことを考えると、なんかすごい話になってるよねっていう、かなり作り込まれてるなって感じがあります。で、いつも通りスナップブリッジがあるし、ニコンイメージングクラウド、これもね、新しい機能などいろいろお話するんですけど、これはね、ちょっと別でまた一本、あの新しい注目の機能なので、あの撮ろうかなって思ってます。で、価格は435,600円、税込みからニコンダイレクト、まあ 10% ぐらい考えてさ、40万切るぐらいかな、4万ぐらい切って39万ぐらいで、これがね、やはりいろいろ SNS 等で、Z6 シリーズって中級機のスタンダードキアの40万ってどういうこと、そうなんですよ、今カメラ、スタンダードが40万円でございます。なんでかっていうと、円やから。ドルであれば、2500ドルぐらいになります。つまりは、ちょっと3年4年前110円ぐらいの時代ってあったじゃないですか、円がね、為替のとこ。今、110円で2500かけたらなんぼ27万ぐらいなので、
実は Z6 の3型が3年ぐらい前に出てたら27万円ぐらいで買えてたんですよ。でもっと言うと Z6 の2型とか20万円台ちょっとやったじゃないですか。だから実は Z6 の3型って価格が変わってないんですよ、ドルベースでいくとね。なので何が変わったかっていうと、40万円が高いんじゃなくて、私らの縁が弱なった、私らの財布になったお金が必然的に知らん間に目減りしてるだけなんです。なので前やったら Z6 シリーズっていうものは新しいのが出たら大体福材、あ、ゆきちさんも今年で変わるんやんね、1万円札変わるからね。まあでも今はゆきちさんで私育ってる世代やから、聖徳太子しちゃうよ、ゆきちで育ってる世代やから、ゆきちさんが、まあ、30人持って行ってポンって渡したらメモリーカードとかフィルターとか含めて一緒に買える。でも今は円が弱なってしもとる、安なってしもとるから160円弱でしょ。為替介入やって160円弱ってどうしようってところなんですけど、まあ40人ぐらい、前30人でお釣り来てたのが今40人でもちょっと足らんぐらいの感じになってると。なので 2500 かけ160で電卓叩いてもらうと大体まあ40ぐらいになるはずなんですよ。でもっと言うと今160でしょ、円安が。まあ今後円高に触れる理由って日本にあるっていうところなんで、正直半導体がバブルになったらもしかしたらワンチャン日本経済復活するかもしれんけど、このまま日本経済がどんどん弱まっていく未来しか見えないので、この世代からするとね。なのでなんていうの、まああんたら世代が頑張れや言われたらはあなんですけど、200円の時代とかになってったら Z6 シリーズも2500ドルの200円やったら50万円っていうのが当たり前になる時代が来ると思います。なので私ら日本人が日本のカメラメーカーのカメラを指くわえていいなって見る。でも国外の人は25万円ぐらいで買えるの、買う買う、2500ドル買う買う、安いみたいな感じで買っちゃうんですよね。これがやっぱりその物価の高騰と賃金の上昇っていうのが、まあ、比例していれば多分みんな買えるんですよ、国外の人みたいに、ね、ただ日本は物価の高騰と賃金がこうすら比例してないので、まあ、なんか賃金上げろ言われてますけど、普通に企業からすると無理っていう話になりますので、まあ、このギャップがね生まれている。もしくは賃金上げるのが、まあ、一部の上場の、まあ、プール金がごっつい企業さんだけやったら、まあ、言うたら大手に入ってる人しか買われんのがもうカメラになってきているんじゃないのかなっていうちょっと余談を挟んでおきます。ただ個人的にこの円安とかインフレとか賃金上昇の話が出た時に、私が7年とか10年勤めてて、一生懸命給料がちょっとずつ上がっていって、入ってきた新しい子に給料トントンなんですよ。でしょ。でもこれね、皆さんもそうちゃいます？なんか5年10年頑張ってきて板挟みで管理職やってる人と、もう人がいるからとにかく給料を出してでも中途でなんかその辺でプロジェクトある程度引っ張ってきたって履歴書経歴書があったらもう引っ張ってくるわって感じで、全くこっちが全部教えなあかんとか、そういうのを教えなあかん、私でも教えてもらってるから、そらねえなんていうか、そういうのも回り回ってやけど、なんか腑に落ちんとかありますやんっていうところで、私はもう独立で開業しちゃって法人立ち上げちゃったんですけどっていうところがありますので、まあ今の日本経済の象徴している金額かなってところはありますと。で特徴としては高速の被写体も逃がさず捉える、さらに磨きをかけた、高速性能っていったところで、これ面白いですよね。発表の時私もん？部分的にとかあんのって、そんな技ありって思ったんですけど、世界初の部分積層型 CMOS センサー、これ後ほど触れます。部分的に積層型のね CMOS センサーってものを使っているので、読み出す速度が Z6 の、2型に比例して比較して 3.5倍、画像処理エンジン XP の7世代目の連携によって、まあ、20コマ秒、これあれやんね、20コマ秒の話は高速連続撮影の時ですね、に滑らかなファインダー像、電子シャッターの時ですけどね、さっき20コマって言ってたでしょ、っていうところが Z6 の2型よりも 20% で、オートフォーカス性速度とかね実現している。とにかくまあなのでストレスフリーです。ただまあ Z の8とか9とかがねもうすでに出ちゃっているので、ドヒャッって驚くかっていうと、ああそう、この感じ待ってたんよ、このサイズ感でっていうしっくり感の方が来るかなっていう感じでございます。でプリキャプチャーも可能な最高約120コマ秒の、高速撮影、これ JPEG のみになりますね、これね DX の
なので条件は決まるんですけど、120コマ取れるとすごいですよね。でもコマ送りのパラパラ漫画みたいな感じですね。で、明るい環境下でも被写体を確実に確認できる EVF というところで、このファインダーのね、覗くとこです。あの、綺麗ですよ。めちゃくちゃ綺麗です。あの、なんやろね、綺麗とかすごいっていうよりかは、私の言葉を使って言うと、クリアって言いたい、正直。なんやろ、クリアに見えるわーっていう感じかな。まあ、綺麗ですごいし、明るい、うわ、すごいわーって感動はあるけど、どうって聞かれると、あー、クリアに見えるわーって感じ。なんか、うん、そのニュアンスの方が近いかな。まあ、なんか難しいけどね。まあ、伝わるっていうのは伝わってください。で、Z6 の3型の EVF は Z9 ね、フラグシップをしのぐ4000カンデラの明るさ。ただこの4000カンデラちょっとからくりがあって、注釈見ましょうね。ファインダーの明るさを一番上の HI のね、2に持っていっているとき、一番上かな。一番上、あの、HI の2に持っていっているという時になります。なのでそれ以外の時はまあ、2000ちょいとかだったりするところがありますので、そのあたりはね、あの数値のマジックに引っかからないようにしてくださいね。で、まあ見やすいですよっていうところで、これ面白いんですよね。フレキシブルのカラーピクチャーコントロール、これね、ニコンさんの公式にも動画細かく解説してるとこ上がってるので、気になる方はねぜひチェックしてほしいんですけど、これね、カラーブレンダーっていうのをね、いろいろカラーグレーディングをしますというところで、 NX スタジオでいいよね。 NX スタジオで作っといて、作るじゃないですか、自分の好きな色をね、作ると、それを、直感的なインターフェースで自分ならではの個性的な絵作りが可能、仕上げた絵作りはカスタムピクチャーコントロールとして保存して、メモリーカードを介して Z6 の3型に適用します。自分らしいですスタイルの静止画とか動画を簡単に撮影できます。言い方変えると、まあ、リアルタイムラットの概念に近いかな。なんかもう撮った時にもう自分が理想とする、まあそのプロファイル的なものをポンって当てちゃうぐらいの感覚です。今まではあくまで私らってカメラ側に用意されてるピクチャーコントロール、リッチトーンとかディープとかフラットとかね、あの辺のモノクロームが入ってやったー言うてて、でクリエイティブピクチャーコントロールデニムが 30% の適用度で、ピュアとかメランコニックが 50% とかいろいろ言うてたじゃないですか、私自身ね。ただもうそういうんじゃないねんっていう方もいらっしゃるんですよ。いや、ジマさん、あのね、デニム 30% で雰囲気は近いけど私はもっと追い込みたいねんっていう方は、もうじゃあご自身で色作ってもうて、ここでね色作ってもうて、ご自身のカメラにはめ込んでもうたら毎回その絵で出てきますぜっていうところがねありますので、便利ですよっていうところになります。このままピクチャーコントロールが増えていくよりかはもう自分で作ってくれって感じになったんかな、ニコンさんも。で、写真撮影の楽しみを広げるニコンイメージングクラウドっていうところで、これもね、まあ、一つ面白い要素になってくるかなと。まあ、こういったところにニコンさんもね、開発予算とかも使ってるってなると納得ですよね。 Wi-Fi を介して Z6 の3型と連結するニコンの新しいクラウドサービス、ニコンイメージングクラウド、有名クリエイターが作成したイメージングレシピっていう、このレシピって表現いいよね、提供して、なので言っちゃうと、なんかすごい著名な人がいい感じの色合いで作ってくれたと、プリセットみたいなやつもね、まあ、レシピ作ってくれて、それを共有してくれると。じゃあそれ私らがダウンロードするでしょ、でカメラに入れるでしょ、その人と同じ色で撮れるの、うわそういう世界すごくいいですよね。これなんか誰か売りそうやねレシピ作りましたみたいな、まあ、よくあるライトルームのプリセットとか販売されてる方いらっしゃるでしょ、まあ、その感覚でレシピ、自分なりの色、私はこの色を使って表現します、私のポートレートの肌色を出すにはこのレシピですみたいな感じで、1レシピなんぼみたいな感じで売る、なんかクックパッドみたいなねっていう感じになるねってところがありますね。 6K60P の N ローの内部収録をはじめ高い動画性能を発揮。なので、まあ以前のカメラ6とか7シリーズに関しては有料オプションであったりとか、まあ部分的に外部アクセサリーね、液晶のあのブラックマジックとかアトモスとかのレコーダーつけなあかんかったところが、もう今の Z シリーズってね、もう内部のローの収録ってのがもう結構当たり前になっちゃってるところが、すごいことなんやけど、当たり前になっちゃってるから慣れてるんやけど、もちろんできますよと。部分積層型 CMOS センサーと画像処理エンジン XSpeed 77世代目により 12bit 6K の N ローであったり、プロレスローの HQ とか 10bit の 5.4K とか、プロレス 422HQ の内部収録が可能になってます。外部レコーダーなし、ここ大事。外部レコーダーなし、もっと言うと今回のカメラジンバルなしっていうところもあったりするから、まあ手ブレ補正程よく入ってるけどね、8段やから。なので、外部レコーダーなし、ジンバルなし、もうほんまマイクだけでええんちゃうんっていうところがあるぐらいの感覚で、意外と取り回しよくできると。グレーディングの自由度が高い映像を撮影できますよと。1回の撮影で最長125分29分60ん59秒問題は解消しておりますので、ご安心くださいと。まあ H.265の8ビットの時ね、 MOV の時ですけど、
余裕を持って連続撮影が可能。さらにこれは今回の目玉っぽいですね、最大10倍のスロー映像を瞬間をドラマティックに表現できるフル HD の 240p の H.265 10bit の 8bit が収録できますというところがあるので、 H.265 で選ぶと240で撮れます。なので24のフレームレートで 10% とかにすると再生ね 10%、 あの10分の1とか、まあそのしてもらうとうーっていう今までの4倍とか5倍スローよりもゆっくりね鮮明に撮れる映像が撮れますよって。なのでよりドラマティックというかなんかうんいい映像が撮れるよと。これも言ってんか、まあでもご自身がいろいろなチャットのところで言ってはったから、半田さんがね、半田先生が撮られてる動物のね、あの雪が頭にポンって当たってモーってする、あれリスかな、モモンガかなっていうところの映像が出てたりするので10倍スローで、あれねぜひ見てもらえたらと。で Z6 の3型のところの、まあ、デザインのところです。デザインに関してはまあ別のね動画で先行でもバーンって上げちゃっているので、まあ、気になる方はね見てもらえたらと思うけど、ざっくり言うとZ6 の3型って商品名は右肩に来てます。で右肩のところにあの表示パネル、情報表示をライト光らせるボタンがあります。左上に Z ってロゴが来てます。で背面左上が再生なくなって右下に来てます。なので Z8 とかと同一の操作性で、端子のところが HDMI 端子タイプ A になってるっていうのが大きくて、バリアングル液晶になっております。動画意識してるからね。でバリアングル回すときにこのマイクの 3.5mm のイヤホンジャックのところあたりにも干渉しにくいものになっていて、このねペンタブといいますか、このミラーレスのね EVF の覗くところもちょっとキュッと低くなってると。なのでカメラバッグに入れるときも収納が収まりいい。で全体的にダイヤル周りの操作系は軽いけど重いっていう感じ。なんで回すときは軽いけどハマるときカチンカチンって入るから操作がカチ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 ってメインコマンドサブコマンド回してるなーって感じがする。右下は結構いつも通り再生ボタンが背低くて分かりやすい、なのでファインダー覗きながら使いやすい。ファンクションは 1,2 がある、3はない。レンズ交換のボタンも大きくて押しやすい。そんなもんかなーって感じでございますね。逆になんか気になることあったらコメントで教えてください。動画のところとスチルのね、まあ、切り替えはいつも通り右上、オートフォーカスある。あ、この角度ね、左上の角度のところが結構奥に打って斜めってくれてるので、あの指がフィットしやすいです。なのですごく持ちやすい。グリップはいいですよ。もちろんニコンのことなんで。小指余るかっていうと、まあ他のカメラがでかいからねっていう感じやけど、まあいつもの Z6-7 の感覚であれば全く問題ないっていう感じでございますね。レンズキットはですね、24-120 が今回採用されてますね。F4 から、F4 の一定のね、まあズームレンズ S ラインね、24-70 もあるかなと思ったけど、まあまあ今の時代も24-120あったらもう一発いけるでしょうぐらいの感じになってんのかなってところがあります。まあこれが概要で、製品の特徴に入っていくと、これね、コメントでもいただいておりました部分積層型センサーって何ですかなんですけど、まあイメージとしてこの上にね、部分的にねちょっといいパーツを入れちゃって使えるようにしました。なんやろね、ちょうど間取ったって感じかな。面白いですよねこの切り口っていう。なのでコストを抑えるやり方やったんかなってところも含めて、撮像部の上下に高速処理回路、これねこれねこれセンサーね。なので撮像部の上下ね、上下にありますね、上下にこれね、上下ありますね、上下のところに高速処理回路を積層配置した部分積層型、なので部分的に積層型の CMOS センサーを開発というか今回ニューで採用しましたと。読み出す速度が Z6 の2型の 3.5 倍という速度、まあ、非常に速くて、最大120コマ秒の静止画撮影、フル HD240p の動画撮影、さらに 6K60p の N ローとかのカメラ内部収録にも、まあ、こういったところが恩恵としてあるよと。で、全ての撮影モードでローリングシャッター歪みを抑えた。ただ、ローリングシャッター歪み、やっぱ Z8 とか9に比べると出ちゃうっていうところがあるので、もしプロペラとかね、ヘリコプターとか撮る方やったら、まあ、8とか9の方が無難かな。ただ、ローリングシャッター歪み、まあ、鉄道もめちゃくちゃ速いやつ撮られたらね、出ちゃうかもしれへん。グニャって鉄道がね。なので、ドクターイエロー撮りたいってなったら、もしかしたら8とか9の方がええかもしれん。引退前にってなるとね。鉄道、まあ止まってたら問題ないやろうけど。
というところですね。あとは、EVF のリフレッシュレート最大 120fps まで向上しておりますので、 EVF のリフレッシュレート、 EVF ですよ、ここここ覗くとこ、覗くと、あ、これちゃうわ、これ何や、こっちや、もう分からへんようにとこれですわ、EVF これね、覗くとこが、120fps でいってると。で、20コマ秒の高速連続撮影、拡張時にも表示飛びとか最小限をする、なので、ね、なんかね、感覚としてもう表示飛びというか、もうそういう概念ないね。もう覗きながらテレビ見ながら欲しい瞬間をレックレックレック撮る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 みたいな感じでスクショスクショみたいな感じの感覚になってます。なのでよくパソコンなんかで動画のソフトで自分のね、動画再生チェックしながらちょっと部分的に切り取ってスライド作る時があるんですけど、その感覚、動画流しながらスクショスクショスクショみたいな感じのなんか感覚がカメラで味わってるようなところです。で、被写体の動きを追うことができると、オートフォーカスは XP の7世代目との連携によって Z6 の2型よりも約 20% 速い合唱速度を実現。ただめちゃくちゃべらぼうに速いかっていうと、まあ、順番の問題なんです。登場のね、フラグシップの Z の9で、もう Z の8があって ZF があるでしょ。なので、ああそう、この感じです。もちろんなんか快適に撮れる感はあるんです。アルゴリズム最適化してるかもしれへんけどね。ただまあ、Z98F を使われてる方からすると、そうそう、この感じを、この快適な撮影をこの Z6 の3のシリーズで試したかったんよっていう方は、すごく快適に撮影できるんちゃうかなっていうところです。一瞬をより確実に捉える最大120コマ秒の、プリキャプチャーでございますね。Z98、まあ正直上位機種に入るような機能やけど当たり前に入ってるよね。最大約120コマ秒ハイスピードフレームキャプチャープラス C120 をですね、選んだ時にはプリキャプチャー機能って言ったところで、鳥がね、まあ、飛び立つ瞬間のような、これまで、取り逃していた、まあ、一瞬もね、見事に捉えることができると。シャッターボタン半押しすると、カメラが画像を一時的に保存し始めますと。なので自分があーって押す前に飛んでしもたが、プリキャプチャーとか入れてもらってると、あー残ってる残ってるっていう感じでね、引っ張り出せたりもするという形でございます。全押しすると最大1秒前までの画像、常になんかバッファに入れてくれてる感じなのかな、どういう仕組みなんやろうね。Z6 の3型の C の 60コマ秒とか、 Z9 の C の60とか、解像度が高いフルサイズ F フォーマットの 24.4 メガピクセルで決定的な瞬間を捉えますよって。なのでシャッターボタン全押し開始、もう飛んでいってしもとるやん、離れてしもとるやん。でこの瞬間にシャッターボタン全押し開始したら、実は1秒前まで戻って、あ、まだこれやったら足ついてんちゃうかなって、この瞬間をセレクトみたいな感じで残すことができたりもすると。ずっちいなーって言われてしまうかもしれないんですけど、機材の力ってそういうもんでございますと。で、速い動きを、滑らかにね、途切れなく表示する EVF ですよと。Z6 の3型の EVF は Z98 で高く評価されたリアルライブビューファインダーでございますね。来ましたね、リアルライブビューファインダー。このね、レンズ等で入ってきた光、センサー用と EVF 用に分けて見るから、ブラックアウトフリップとかね、安心してくださいみたいなね、ところがあったりしますけども、イメージセンサーの、まあ、高速読み出しとニコンの画像処理エンジン XP の何千倍の強力な、処理能力によってファインダー像の繰り返し表示とか表示飛びを抑制してくれると。 EVF のリフレッシュレートは最高約 120fps に向上しておりますので安心してくださいと。まあ、20コマ秒の高速連続拡張時にはシャッターボタン全押ししている間、被写体の速い動きを約 60fps のリフレッシュレートで、確認できると。なので、まあ、リフレッシュレートの方が高いから、まあ問題ないよねって感覚ですよね。で、走る動物とか飛ぶ鳥とか連続撮影繰り返す時でも、より多くの決定的な瞬間を確実に捉えることができますよという形でございますね。より自由な 4K 動画制作を実現する 12bit 6K ローと 10bit ですね、 10bit の 5.4K プロレス422でございます。 Z6 の3型は動画制作の可能性を大きく広げます。 6K では 12bit と N ロー最大 60p およびプロレスローの最大 30p を、 5.4K では 10bit プロレス 422HQ、 使わへん人からしたら何の呪文やなんですけど、まあ、使われる方からするとね、ほう、ちゃんと動画にも意識してるやんって感じになりますね。最大 30p とかおよび H.265 最大 60p をサポートしておりますと。全て内部記録可能で、これらの映像をもとに 4KUHD テレビ放送、 4KDCI 映像制作ではクロップ、ズーム、トラックブレどうした読み方、エフェクトをね、柔軟に加えることができますよと。 SNS 向けのフル HD のね、縦動画制作時の自由度も、まあ、高まりますよってところでございますね。これね、1980、1920のね、
感覚ですと。でフル HD による最大10倍のスロー映像で循環をトラマティックに捉えますよっていうところで H.265 とかね、HD240 ですね、フル HD240 対応しているので 24p で切ってもらうと10倍になりますので、すごくねゆっくり滑らかに優雅動いてるぐらいの感覚の映像が撮れたりもしますというところですね。で4000カンデラ、対応、あいいね、没入感あふれる撮影体験、流行りの言葉やね。4000カンデラ対応の576万ドット DCI-P3 相当の、広い、色域をカバーする EVF。 なんかもう DCI-P3 とか聞くとパソコンのモニターの話に聞こえてくるね、感覚的にね、っていうところをカバーする EVF ですよと。没入感あふれる撮影体験で、ミラーレスカメラ史上最高のね明るさで、全く新しい撮影体験を提供する Z6 の3型の EVF、 野外での撮影でも色鮮かな被写体の撮影でも、あるいは HLG の撮影でも鮮明でシャープな結果が得れますよと。ファインダーの、ね、明るさを HI の2にしてもらって、これはいやってんのかな、高い方にすごく上にね持っていってもらったら4000カンデラよって話です。で明るい環境下でも被写体を確実にできるね4000、あれこれ一緒ちゃうの、あここはね一緒やね、ニューという形になっております。なので Z6 の2型の約4倍、 Z9 をもしのぐ、4000カンデラの明るさを実現しているファインダーを搭載しているよと。画像の細部まで鮮明に表示する576万ドットの高解像度で、この Z6 の3型のね EVF はなんかクリアってさっき私表現したやん、なんかその感覚なんですけど、よう見える、綺麗に見える、576万ドットと高解像度であると。ニコンの優れたファインダー光学設計より歪み歪みであったり色収差っていうものを最小限に抑えてる、だからクリアなんですよね。なんか S ラインのレンズ見てるみたいな感じになってくると。なので画面のまあ隅々まで細かく鮮明に見ることができると。再生時だけじゃなくてライブビューでも被写体をシャープに確認できて、より快適でね楽しい撮影体験が得れますよって形でございますね。 DCI-P3 相当の、広いね色域をカバーする EVF ですよっていったところもありますね。まあ色方はしやすいとかいうね、まあ、赤色とかその辺のところでもしっかりね表現、ほんまにこう見るとなんかパソコン、ノートパソコンとかパソコンのモニター買う時のこんだけのことが再現できますみたいな、よくパンフレットカタログにある絵よねこれなのでもカメラでもこういったものが出てくるとおもろいよねってところがありますと。で Z98 から、継承された優れた技術 Xpeed 7世代目っていうところですね。まあこのあたりはまあ先ほどお伝えしたかなっていうところがありますので、これいいよね、書いてるね、ポートレートをより柔軟に描写することもできます。そうなんですよ、やっぱねこのカメラね気軽にポートレートを撮る方にはめちゃくちゃおすすめでございます。なんでかっていうと、まあ ZF もそうやし8も9もそうなんですけど、 Xpeed 7世代目のまあ、リッチトーンポートレートも含めてなんですが、人物撮影の時の美肌効果なんかを含めてですね、すごくもう撮って出しが綺麗、ものすごく快適に撮れる、何も難しいこと考えんでも綺麗に撮れる。で Z567 を、まあ、30とか FC とか、50とかね使ってる身としては、 1.8 シリーズってあるじゃないですか、ニコール Z のね 35mm とか 50mm とか 85mm の F1.8S ラインね、こういったシリーズのレンズって結構まあ解像感強かったでしょ、バキバキに映りすぎてちょっと人物撮るにはな、硬いもん撮るにはすごくいいけど、人物撮るにはちょっとまあミラーレスすぎるなっていう、ミラーレスらしすぎるなっていう、バキバキ感、改造したら OK でしょうっていう時代が一時期あったんでね。ただ Xpeed の7世代目になるとそれがねすごくいい意味で調和されてます。なんかねシャープネスはしっかり保っているんやけど柔らかい感じがして、あれこれほんまに50の 1.8 で撮ったんかな、めっちゃ綺麗やんみたいな感じになってたりするので、すごくね撮りやすいと思います。で加えてバリアングルなんで、ローポジション、ハイポジション、ハイアングル、ハイアングル、ローアングルでも撮れるし、バリアングルでね、メニューもね縦表示してくれるんですよ、画像処理エンジン X7 世代目のカメラたちってね。なので撮るときに、今までやったら文字読むときでこうしてたでしょまあ正直慣れてたらもう読まんけどね、なんですけども、こうなって出した液晶出したときに縦で撮るときちゃんと縦で表示されるんで、そのあたりはねすごく使いやすいかなってところでございますね。でこう広範囲、広い範囲の撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたオートフォーカス性能ですよって言ったところ、ただこれポイントね、気にしてほしいのは鳥がまだありません、今のタイミングでは動物の中に入っております。なのでまあファームウェアの更新で当たるかもしれへんのやけどね、ここに鳥は乗ってるんですけど、被写体検出は動物の中の鳥
です。飛行機は独立してます。なのでまあ後々のファームウェアの更新にちょっと期待かなってところですね。でこれはもう ZF とかね Z89 あたり使ってる方やったらまあなんとなく感覚としてつかめるかもしれんけど、ファインダー内にスナップ撮影で撮るときになんかもう人の後ろ姿が入っただけでフォーカス追っかけるでしょ、おおってやつ、あれがまあ画面内の小さな顔も検出してくれる。検出の範囲がね画面の長辺、まあ、長辺やからまあ横向きの方かな、で長辺の 3% に相当する小さな顔よりも、確実に検出してくれるというところで、結構人がねあこれ人ですよねこれ人ですよね人ですよねみたいな感じで追っかけてくれるっていう感じでございますね。まあガチャガチャしてるとちょっと引っ張られるかもしれないけど、こんな感じでもう開けてるとこやったらあこれしか人いねえじゃんぐらいの感覚やったら引っ掛けてくれるというところがありますね。で逆光シーンでも優れたオートフォーカス性能を発揮してくれるというところで、強い逆光時にはね車体が暗くなりがちですと。ただ Z6 シリーズってまあ結構ね暗いところでも引っ掛けてくれるところが AF あったりするので、まあライブビュー用の露出から独立して制御しているんでね、あのシルエットになっとっても人物の顔これ人物ですよねっていうところを検出して、この機能によって例えば夕日にね垂らされたまあカップルの姿なんかを印象的に写真を仕上げたりすることができますよっていうところもあったりするんで、そういったエモい写真をよく撮る方やったらうわ助かるわっていうところがあると思います。でもう一個、マイナス 10EV ですね、検出可能なオートフォーカスでさまざまな暗い状況でもスムーズなフォーカスを実現してくれると。 Z6 の2型のオートフォーカスはマイナス10の EV のね暗さまで検出可能で、暗いシーン Z9 とか Z8 をしのぐ高い性能を発揮してくれると。暗い森であったりとか枝に止まるフクロウなんかのね、撮影であったりとか夜間の、まあ、ポートレートであったり暗い室内のねいろんなところでもちゃんとこれだよねあなたが撮りたいのみたいな感じで捉えてくれると、めっちゃ目が合うねっていうところがありますよって感じですね。野生動物の撮影最適な小型軽量のニコール Z 望遠レンズ、まあ180-600ねここに載ってますけど、まあ感覚的には正直400か100-400あたりかなって感じでございます。まあもうぶっちゃけ私はそう思いました。600-800もそのクラス使うやったら Z8 か Z9 かなって個人的に思います。使えますよ、もちろん使えます。連写もいいし、バッテリーの持ちもいいしフォーカスもいいから使えるんですけど、鳥の認識ないしねっていうところがあるから、やっぱ、まあ、ぶっちゃけた話 Z89 があるんやったら、これね、Z の8でしょ、でこれがフラグシップの、Z の9でございます。こういった Z の8とか9を多分使うんちゃうんかなってのは私の感覚は、あるんやったらそっち使うっていう感覚でございますね。で理想的なポートレート撮影を実現する、多彩な、まあ、機能っていったところで Z6 の3型ピクチャーコントロールにリッチドーンが入っておりますので、すごくねまあ綺麗にねあの仕上げてくれる、まあ、もっと上品に仕上げてくれるっていう感じかな。でより思い通りの表現をしてくれるよと。でピクチャーコントロールリッチドーンポートレートで広がる表現の可能性ですよと。まあリッチドーンねほんまにあのいいですっていうか、リッチドーンねポートレート以外でも普通に風景でも使ってるリッチドーンなんかあの好みですね。で美肌効果、静止画も動画もカメラ内で、これ動画が嬉しいんですよね。静止画は正直どうとでもなるじゃないですか。ただ動画って美肌効果みたいな仕様を持ったらもう編集地獄でしょ動く人に対して美肌なんてできるか、もうやっとれるかみたいなところがあるんですけど、まあ、最近はもしかしたら AI が発展してるから動画でもこれ人の顔ですよねみたいな検出して自動補正かけてくれるかもしれんけどね。ただ今のところ大変やと思うから、まあ、動画撮るときにね、美肌効果かけてくれてたらいいかなという感覚でございますね。で、人物印象調整で思い通りの仕上がり、オートホワイトバランスで撮影シーンを問わず、より正確な色表現なので、もうケルビンでそんな追っかけんでもオートで撮ったらええかなぐらいで、時折変になるんやったらケルビンで固定するかぐらいの感覚でいいです。なので、すごくそういったところも含めて、ポートレート撮るのがすごく楽になる性能かなってところです。押してますね、やっぱり。ニコール Z へ。Z の F1.2、1.8 の単焦点レンズ、もちろん 1.2 とか使ってめちゃくちゃ綺麗に撮れるんですけど、まあぶっちゃけた話 1.2 使うんやったら高画素の Z89 あたりを使った方が個人的には最大限楽しめると思います。もちろん Z6 の3型でも楽しめますよ。そんな Z8 とか9買われへんよっていうね場合もあると思いますので、まあ Z6 の3型でも全然楽しめるんですけど、最大限最高に楽しみたいっていう場合は Z8 とか9がありかなっていうところがあります。なので Z6 の3型は個人的にこのサイズ感で85の 1.8 とか
なので500ちょいと700ちょいで 1.2 キロぐらいでバッチバチに綺麗に撮れるっていうところがあるんで、このコンパクト構成で 1.8 とかで撮れるって方が個人的にはアドバンテージというか、このカメラの魅力でしょっていうのは私自身は思っちゃいます。でバチバチに撮りたいなら Z8-9 で 51.2、85.2、135F1.8S ラインプレーナーなんかをくっつけてガーンってでっかい2キロ構成ぐらいで行ってもらうぐらいはいいんちゃうかなっていう使い分けのところになるんじゃないのかなって感じですね。マイナス10の、まあ、寒い環境でも、撮影できる、まあ、耐久性の、ね、高いボディです。まあ、この辺はねもうニコンなんで信用しておきましょう。で直感的で人工光学にかなったでいいのかな、カスタマイズ可能な、操作性っていうところでまさにこれですね。 Z6-3 とこれが Z9 でしょ。で今ここにあるのが Z8 であると。まあでも Z8 に比べるとちょっとね、まあ大きく、まあ、ちっちゃくなってるってところはあるんですけども、まあ、すごくね書いてることとしてはこれね、撮影モードダイヤルに異なりがありますけども Z9-8 のモードと同じ位置にありますと。で基本的にかなり似ております。なので上部分がかなり、まあ、似て、まあ、背面も結構似ているので操作系は Z8 とほぼ同じ配置。デザイン一貫性により Z6-3 型はですねメインカメラとしてお使いいただけるだけじゃなく Z9-Z8 のユーザーにとってサブカメラとしても理想的なので、Z9 はぶっちゃけた話ですよ。ぶっちゃけた話、Z9 のサブ機は Z9 やと思います。やっぱり2枚の CF エクスプレスのタイプ B の安定感と縦位置の一体型のあの感覚で Z8、その携帯性を考えると Z9 と Z8 って組み合わせはめちゃくちゃありです。ただ、もう撮影のなんかその効率というか馴染み感を考慮すると Z9 のサブ機は Z9 やと思います。で同じように Z8 のサブ機も Z8 やと思うんです。ただこの Z8 高画素に対して2450万画素、もっと言うとバリアングルでボディ内テブラ補正8段っていう、なんかサブ機という名の別用途の使い方として Z6-3 型っていうのは Z8 との相性はめっちゃええなって思います。一方 Z9 をお持ちの方が Z9 はちょっとごつすぎんねと、でも妥協できへんねんと、でも Z8 を持つぐらいやったらもう Z9 でええわって思われる方は Z6-3 型なんかを購入すると分かりやすく振り幅がありますので扱いやすいかな。でもっと言うと Z6-3 型使った後に Z9 使うとうわやっぱフラグシップええわーみたいなのを再認識できる感覚になるかな。ただコンパクトで760g で出せるっていうのはものすごくね大きいかなと。で好みとかニーズによって選べるシャッター音のところなんですけども、これ今どうなってるかな、タイプ A、 ちょっと待ってね、まあフォーカスのところがややこしいからマニュアルに切ってこれですね連射する、これがタイプ A。 タイプ B、って感じ。タイプ C、 お連射しますよって感じで、タイプ D がで、連射してないなって感じです。なんか物が転がってるような音だよね。でタイプ E が体温計すげえ電子音やねっていう感じ。どれにしよう、タイプ A にしとこうか、B にしようかな、 B にするわ、これ B で、B にしときますわっていう感じで、まあ、シャッター音が、まあ、遊べますよって感じやね。で他には Z9-8 から継承した動画性能っていうところで、まあ、4K の動画制作の素材として柔軟に活用できる 6K60p NRAW のね NLOG の動画撮影可能ですよっていうところで、まあ、部分的なね、まあ、積層型の CMOS センサーに画像処理エンジン XPRO 7世代目 12bit の NRAW、NLOG、ProResRAW、HQ をカメラ内で、記録できますよと。いずれも 6K までカバーしてますと。 NRAW は最高 60p、 ProResロー HQ は最大 30p、外部レコーダー不要なので
Z6 の3型のコンパクトなカメラシステムの、この俊敏さとですね、バリアングルモニターを生かしつつ、グレーディングの自由度が、高いですね、映像を撮影可能ですよと、4K より大きいサイズでね、まあ、撮影した映像ってものは 4KUHDDCI の動画生成時にクロップ、ズーム、トラック、ブレ補正等の積極的な編集が行えます。また、プロキシファイルのですね、同時収録ですね、ポストプロダクションの作業効率が向上しますので、NRAW とか、ダヴィンチリゾルブ、もう書いちゃったね、ここにダヴィンチリゾルブに対応しており、ワンオペ撮影の効率と表現の自由度が高まりますよっていったところで、まあ、こういった使い方できますよであったりとか、グレーディングのね、まあ、前後みたいな感じですね。 6K オーバーサンプリング、高精細な 10bit 4KUHD 60p 動画を、実現できるので、このねふわっとした状態からねバチッっていう形でね、まあ、決めていくと 6K の 4K、 6K からのオーバーサンプリングね 4K 対応しているという形になりますので、まあ、DX にして、ね、4KUHD 撮影する場合は最大 120p まで撮れますよと。なのですごいね、 4K のまあスローモーション的なところもその楽しめると。で、手持ち撮影の安心感を与える効果の高い手ブレ補正。これね、まあ、ZF 利用の方はね、あの感覚に近いかな。すごくね、ああ、いい感じ、いい感じ。Z の8、9を使ってる方からすると、まあ、個人的な感覚ですよ。めちゃくちゃわかるかっていうと、なんか手ブレ補正ええよな。やっぱ違うよな。え、やっぱええわ。え、どうなん？ん？みたいな感じ。あの、結構いい感じで、違いはまあ、わかるっちゃわかるって感じでございます。なので、やっぱ手ブレ補正が今後、Z8 の2型とか、Z9 の2型が出てきた時に、どの程度、メガシャッターレスとかね、センサーシールドっていうところがあるけど、どの程度、その手ブレ補正を、フラグシップ機あたりとか、Z8 あたりが、こう、向上してくれるかっていうのは、一つ注目ポイントかなと思います。で、Nlog 動画撮影のね、ISO 感度を低感度側に拡張マイナス、2.0 っていったところで、ISO の200相当ってところにもいけますよであったりとかね、あとはミスを防ぎ、作業、撮影効率を向上させる多彩な、まあ、動画アシスト機能であったり、まあ、ウェーブフォームモニターとかね、いつものあのあたりでございますので、動画しっかり撮る方にはですね、まあ、こういったところもありますよってところもあるので、まあ、使い込んでいただく必要が若干あるとは思うんですけどね。で、ハイレゾズームも対応してます。なので単焦点で 1.8 でね、明るい、ボケ味の強いやつでもふーって寄ってくれたりとかねするし、タイム内カメラ内での、生成できるタイムラプスの、動画っていうものも、ありますので、ぜひね、こういったところも、まあその激しい動画でガチャガチャする動画撮らんねんっていう方でも、タイムラプスでなんかこう風景がふわーって変わっていくやつはね、結構面白かったりもしますので、まあそういったところはね、ぜひチャレンジしてもらえたらなというところですね。で、映像の描写に優れたニッコールの Z レンズ、まあ2470の F2.8 とか含めてね、まあ使ってみてくださいやっていうところがあったりもしますね。あとは大きく広がるクリエイティビティといったところで、これですね、ワークフローを効率化してくれるニコンイメージング、クラウドになります。新しいですね。これは Wi-Fi を介して Z6 の3型と連携して新しいインスピレーションを生み出すとともに、撮影後のワークフローをスムーズにするニコンの新しいクラウドサービス時代やね。有名クリエイターが作成したイメージングレシピ、もうろれつまらんのってた、40分ぐらい喋ってんのっていうところがあるんですけど、特製のまあプリセットって書いちゃったね、プリセット、もう言う、じゃあ言うわ、プリセットって言いますわ、あの提供してくれるので、いろんな人が、すごい人が撮ったプリセットを提供してもらえてると、じゃあ同じ写真できるやんみたいなね、ところは色味ですけどねっていうところがあったりとか。で、 Z6 の3型で撮影した写真をカメラから自動的にアップロードしたり、さまざまなサードパーティーのクラウドとして、まあドロップボックスとかね、あの辺に共有、まあ連携させなあかんけど、シームレスに転送保存してくれるっていうところがあります。これね、ファームウェアバージョンアップとか、イメージングレシピとか、画像転送。ファームウェアのバージョンアップ便利ですよね。毎回あの記録メディア、メモリーカードにあのパソコンから移してとか、手間な人はもうこのまま直接クラウドのソフト使っちゃうとできちゃうよっていうところがあったりします。で、イメージングレシピで自分好みのね、絵作りが可能で、もうこれも先ほどねお伝えしたところで、有名クリエイターの絵作りを簡単に実現しちゃうよと。まあなので売る人も出てくるんちゃうかなってなんとなく思うけどね。好みのレシピを選択してカメラに直接送信であったり、撮影に使いたいレシピをね使ったりとか。なのでレシピを作ってると、もうなんていうの、リアルタイムラットっていうと別にメーカーの言い方やけども、自分のまあそのプリセットみたいなのがカメラに入ってて、
カメラで撮ります、パソコン映ります、プリセット当てます、書き出しますが、カメラ撮ります、もうプリセットその中で当ててます、そのまま使えちゃいますっていう感覚でいけるかなってところでございますね。カメラのデータ移行の手間を省いて保存共有より便利にするイメージング、ニコンイメージングクラウドによる、画像自動転送といったところに、画像フォーマットごとに異なるね、アップロード先を設定することができたりとかしますので、このあたりもね、すごくまあ、ワークフローで特に何も考えても、もう画像が転送されとったらラッキーぐらいの感覚の方は使ってもらえたらなと。で、個性的な絵作りを追求するフレキシブルカラーピクチャーコントロールでございますね。自分ならではのより個性的な色作りを求める方に、これもね、先ほど冒頭お伝えしましたね。こういった形で NX スタジオで自分の好きな色を追い込んでもらって、それをもうカメラ側に入れてるとですね、すごく便利ですよっていうところ、これね。メモリーカードを介して Z6 の3型に適用して自分らしいスタイルの静止画動画を簡単に撮影できますよっていうところがありますという形ですね。8段分の手ブレ補正効果、暗い場所でも安定した手持ち撮影ができると、これもね、やはりそのティザー動画の中でスケボーの人を、カメラ手持ちでね追っかけてるとかがあって、手ブレ補正自信あるんかなっていうところがやっぱり当たったところでございますね。フォーカスポイント VR、 これね ZF-Z6 の3型に来てますね。やっぱ何なんやろね、8段分の手ブレ補正があるセンサーやったらいけるっていう感じなんかな。フォーカスポイントなので、いつまでも真ん中で VR 聞かせてるところが、フォーカスポイント VR はフォーカスを右上とか左下に持っていっても、そのフォーカスのポイントで手ブレ補正しっかり発揮してくれるから、よりしっかりバチって決まるんですよね。なのでやはりそういった細かいとこなんですけど、撮れ高の結果で、まあ、ヒット率に、まあ、必ず影響してくるところなので、ある方がいいよねって感じです。注目してる方も多いかな。暗いシーンも美しく撮れる優れた高感度性能っていうところで、最高 ISO64000、 動画は ISO51200 の常用 ISO 感度ってものを実現しておりますと。確かにちょっと前のカメラとね、比較させていただいて、確かによう見ると、ああ、まあ確かにザラつきが綺麗かなって感じでございました。参考資料ね、拝見させていただいたところに。なのでやっぱり進化はしている。この辺はどんどん良くなっているなって感じがあります。で、最大9600万度画素の高解像度の画像が得られるピクセルシフトの撮影なので、まあ、パシャ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 ガッチャンコでっかいでしょができるという形になりますので、まあ、三脚必須でございますね。で、様々なシーンに対応する拡張性に移りましょうといったところで、外部バッテリーね、 N14 だったかな、結局 NBN14 のいうところですね。なので、まあ、これをつけるとガッチャンってつけると大きいね、カメラになりますよという形ですね。まあ、縦のグリップやから言うたら、まあイメージ的にはこのフラグシップっぽくなっちゃうよねって感じがあったりとか、ニーズに応じて選べる外部バッテリーのところで V マウントのねバッテリーいけますよであったりとか、あとはニコン発音声のねライン入力に対応してますよと。なのでプロがねミキシングした、高品質な音声をそのままカメラにね、まあ、ライン入力でポーンって入れることができますよであったりとかね、あとはワンオペの動画撮影の効率化にアップしてくれるリモートグリップ MCN10 であったりとかね、各メーカーのアクセサリーもスモールリクさんとか出てんのかな、出てそうやねこの感じやったら。すごいね、カメラが発売前にも作られてるねっていうところがありますと。で、ライティングアクセサリーの豊富なラインナップとして、SP5000 とかね、 SP700 とかであったりとか、スタジオのクリエイティブの、ライティングのソリューションができますよみたいなところがあったりとか、まあちょっと駆け足できましたけど、あとはスペックかな、主な仕様ここですね。はい、ニコン Z マウントもちろんでございます。有効画素数2450万画素、総画素数は2679万画素。なので Z8 とか9みたいなべらぼうなギャップはないですね。で、イメージセンサークリーニング、まあ、ダスト低減機能がありますよ、レンズ交換ですよ、ボディ手ブレ補正がレンズセンサーシフトの5軸の補正入りますよ。で、レンズの手ブレ補正はレンズシフト方式 VR レンズ使用してください。なので、ないやつもあればあるやつもあると、なんちゃらかんちゃら VR を使ってくださいねと。で、撮像の範囲に関しては、FX で6048の、4032、36×24 って感じになってますね。で、画質のところは、14ビットロスレス圧縮、高効率の星、高効率。ちなみに、
Z6 の3型の全てのメニューを解説している動画も別で撮っておりますので、興味ある方はね、見てもらったらこのローのところのロスレス圧力のね部分とかも載っておりますので、チェックしてもらえたらと。でピクチャーコントロールはいつも通りね、フラットとかもディープトーンとかリッチトーンとかも入ってますよってあるとか、フラット、モノクローム、ディープモノ、ディープトーンモノクローム、リッチトーンポートレート、この3つが増えたやつやんねってところですね。で記録媒体 CF エクスプレスのタイプ B、 XQD カード OK、 SD メモリーカードは UHS2 対応、メモリーカードの順次記録 HEIF OK、 ファインダーは 1.27 の 0.5 型の UXGA OLED の約576万ドットになっていると。で上下左右ともに視野率は 100% で、あとはシャッタースピードは8000から30、電子シャッターの時は1万6000までいけますよ、設定可能ですよ。でフラッシュ同調、レイリーズ、ハイスピードフレームキャプチャープラスと高速連続撮影の拡張もちろんあります。プリキャプチャー機能あり、で、連続撮影速度が低速の時ね、低速でバババっていくとこれ低速ちゃうやんってなってたりするので、低速1から7とか高速連続拡張14コマ、で電子シャッターさっきのピピピピピって音鳴らしてた方ね、であればまあ20コマいけたりとか、ハイスピードフレームキャプチャープラスも30、60、120が選べたりとかですね。あとは速攻モードとか、まあこの辺はいつも通りかな。 ISO 感度は100から64000、アクティブディライティング、ハイブリッド AF 操作とコントラストも今はもう普通やね。で検出範囲がマイナス10から 19EV なので、かなり検出は優秀、暗くてもね優秀で、レンズサーボフォーカスポイント273点、これねカスタムワイドが入ってるよね、ワイドエリア C1C2 入ってる、フォーカス6、超高方式、フラッシュ、超高補正、レディーライト、アクセサリー集、ニコンクリエイティブライティングシステム、ホワイトバランス、動画、フレームレートは 5.4K で 60p いけてます。で、1920×1080 のスローは4倍スロー 30p があるし、240もいけると。で、最長は125分取れる、29分59秒問題解決してる。あとは、内蔵ステレオマイク、撮影モード、タイムラプス OK、露出アクティブライティング OK、画素数フレームレート6000の3400の 60p、ロー動画、で、モニターバリアングルですね、3.2 型の TFT 液晶のタッチパネル210万ドット、で、あとは、再生機能は、いろいろありますね。レーティングフィルター再生とかもあるから使いやすい。で、USB Type C です。HDMI な、これがタイプ A なんか大きいですね。もうタイプ、何一番ちっちゃいやつ、SML ってあったじゃないですか。Z3050FCF のちっちゃいやつと、Z567 の中間と、Z89 のでかいやつ。もうどうにかしてくれて、F がちっちゃい方に行ったから、もうこれは Z6 の3型とかは、大きい方に行って、一番ちっちゃいのと一番大きいのに、もう分けてくれって思ってたんですけど、いい感じで分かれてくれてますね。で外部のマイク、ヘッドホンあり、画像編集、このあたりは特に問題ないかな。通信関係、バッテリーパック、 AC アダプター、今回充電器は別売かな。バッテリー自体は入ってるけど、充電器をコンセント型で充電する方は別売になるかなってところと、サイズのところが 138.5、 101.5、 74やから、まあだいたい10、これ実機あるね、14センチの10センチのまあ7センチちょっとぐらいっていう感覚でございますね。で 760g、 まあグリップ AC、 今これレンズ26の F2.8 つけてるんで、もうほぼ800-900ちょいなんで、 Z8 のボディ単体レンズつけてない状態と、もうなんかそれよりこっちの方が軽いかなっていう感じになってます。で、ENEL15C、 結局 D にならず15の C になりました。で HDMI、 USB ケーブルクランプしっかりついているので、これね、なので HDMI の接続の時はこういったクランプ使ってもらった方が安全ですよといったところ。これメモリーカード関係も出てんのかな。例えばネックストレージとかね、プログレードとかこれで撮ってますみたいなところが出てたらいいけど、まだ出てないかな。アンカーが出てるけど、推奨メモリーカードみたいな、もし把握された方がいらっしゃったら
教えてください。多分まあ実もうちょっと先かなっていうところがちょっとありますが、660、あ、純正でいってんのかな、純正でいってそうですね。まあ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 、そのあたりはまあいつものごとくでしょうっていうところで、まあチェックしてもらえたらいいかなってところでございます。これが仕様でございますね。でまあシステムの、まあ、チャートに関してはまあご自身でね選んでもらえたらなっていうところがまあありますので、特にねあのどういうこの何機材構成でいこうかなって悩まれてる方はチェックしてもらえるといいかなってところでございます。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしております。ぜひ、チャンネル登録で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。また、オンラインサロンね、ジマチューブコミュニティといったものを運営しておりますので、まあ、今回のね、こんな新製品の情報なんかも含めて、カメラとか写真に関する情報交換の場としてオンラインサロンを運営しております。またここ最近は合同写真展公募展のね動きもあったりとか、含めてですね和気あいあいと楽しんでおりますし、月に1枚ぐらいかなテーマ写真と今月のお気に入りの写真みたいなものを投稿いただいて、それに対して私自身がフィードバックさせていただいたりとかね、サロンメンバーさん限定の動画なども作っておりますので、ぜひ興味ある方はオンラインサロンジマチューブコミュニティご加入いただけると嬉しいです。また、写真集でございますね。こちらジマチューブセレクト、私自身のベスト写真プラスお気に入り写真を集めたセレクトという写真集を作っております。72ページフルカラー7色印刷、世の中の印刷物はフルカラー4色に対して7色、紙も半光沢紙 PP 加工とですね、もう印刷所さんの一番ええ印刷の質にしてということでコスト激高で作ってはいるんですけど、その分いいカメラいいレンズで撮ってんのに印刷妥協してなんか粗悪なもんにしてどないすんの、そんな何マッチポンプみたいなところがありますので、すごくね印刷の質にこだわってですね作った写真集になります。数多くご予約いただいておりまして、今ボリューム2もですね制作がすごく進んでおりまして、もうほぼ、あとは微調整と大量印刷のロットのもうそれこそ価格の調整よ、ロット何本作るから何本かパッてなんか引いてやぐらいのその商談のところになっておりまして、あとは、ボリューム3でございますね。モノクロームに特化した、ボリューム3というものも今作っている制作中でプロジェクト写真集3作目も動きておりますので、ぜひオンラインサロン写真集興味ある方はジマチューブセレクト、ジマチューブコミュニティをですね概要欄にリンク貼っております。チェックしていただけると嬉しいです。チャンネル登録はもう無料でできる応援ボタンやから、1時間用にコン Z6 の3型の機能喋ったねお疲れさんっていう意味を込めてチャンネル登録を押していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。